生活のコウスケです。今日はですねキヤノンの、サービスプラザに向かってます。少し早く着きそうだったので今中目黒、目黒川沿いですね、ちょっと走っていこうと思います。もうだいぶ葉っぱが出てきちゃってて、もう散ってきちゃってるんですけど、やっぱここは綺麗ですよね。桜が毎年たくさんの人が集まってくる有名なお花見スポットです。コロナ禍の影響でね、本当は毎年露店が並ぶんですよね。近くの、お店のですね、飲食店の方たちが出している露店が、道沿いにずらーっと露店を出すんですけれども、今こんな状況なのでそれも、できなくなってます。来ちゃうとね、今この時間で、朝なんでまだバイクで走れるんですけど、もう人が多くてね、お昼だったりとかそういう時間帯は全然走れる状況じゃないんですけど、こうやって空いてる時に来れるといいですね。花見がてらのソロツーリングっていう雰囲気が味わえて、私のフィルムのライカのカメラは持っていたんですけれども、 M 型のライカやっぱ欲しいなーってずっと思ってて、デジタルもね、もう何年もずっと欲しい欲しいな欲しいなって言ってたんですけど、やっぱ値段がね高いじゃないですか、ライカって。なかなか買えずにいたんですけれども、この前やっと買っちゃいました。もちろんローなんですけど、今回、M10 を買ったんですけど、 M10 ともう一つちょっと候補の機種があって、MP ってやつなんですが、実はそっちと、悩んでて、どういうところで悩んでたかっていうと、 MP の方が実は僕好きな色を出すんですよ。とても僕の好みの色を出してくれていて、ちょっと悩んでまして、その代わりやっぱり高感度耐性っていうのがちょっとなくて、それに比べると M10 の方が高感度耐性があるのと、少し薄くなって持ちやすくなってたりとか、画質はもちろん良くなってるんですけど、
どっちにしようかなってちょっとずっと悩んでて、ちょうど M10 のなんか出物というか、ちょっとリーズナブルというか、あ、いいなと思うのが見つかっちゃったので、M10 を買うことにしました。で、まあ、実際僕は写真撮るときに結構夜撮ることが多いので、まあ、高感度耐性がやっぱあると、そこはいいかなと思って、ライカって結構その高感度の耐性がなくて、まあ、今の例えばデジカメだったらもうね、もうISO とか結構ね上げても全然気にならなかったりするんですけど、ライカの場合だとちょっとそれが気になって、 MP だと、まあ、僕の中でなんですが、大体 ISO で800ぐらいまでかなっていう気がしてて、でそれが M10 だとまあ1600ぐらいまでは全然許容範囲かなっていう感じで撮れてたので、そこも決め手の一つになってます。で、まあライカのね、 M 型のライカ、決してね、使いやすいとか、使いやすい、まあ使いやすいっていうかね、まあ、今結構もうデジタルカメラもそう、フィルムカメラもそうだったんですけど、オートフォーカスじゃないですか。でこのライカってオートフォーカスじゃないんですよね。全部マニュアルで動かして、ピント合わせて、シャッターを切るっていう、もう写真を、まあ、撮ってるなっていう雰囲気をね、持てる、まあ、カメラなんですけれども、ピント合わせも M 型ライカに関してなんですけれども、ファインダーを除くと、まあ、中にね、ちょっとしたの四角い枠があって、そこで20像の表示になるんで、それを20像を重なり合わせてピントを合わせるというような形でピントを合わせていきます。なかなかね、慣れるまではね難しいんですけれども、これでね早くもっと慣れて、ね、素敵な写真をねいっぱい撮れたらなって思ってます。で今までね、何枚か買ってから、ちょっとスナップ、ストリートスナップだったりとか、ポートレートなんか、ちょっと撮ったので、その写真、ちょっと見てみてください。まずは、ストリートの写真ですね、からになります。こちらです。でしょうか。次はねポートレートを見てもらえたらと思います。こちらモデルなんですけど、普段ライブとかで写真を撮らせてもらっている明日クラゲに刺されたというバンドのボーカルの、マーコさんにお願いしてちょっとモデルをやってもらいました。こちらになります。
ときにちょっと気にしてる撮り方があって、比較的アンダー目で撮るようにしてます。まあ好みなんですけどね、なんかこのアンダーの方がなんかちょっと好みの色合いが出るなと思って、まあそういう形で撮ってます。で今回ねポートレート撮るときに、ちょっとテーマを決めて撮影したんですけど、まあ見てもらった通り、黄色をテーマに、して撮りました。ポートレートとかね、まあ、なんか撮るときには、なんかこういうテーマを決めて撮るとなんか写真がまとまったりだったりとか、ちょっとね楽しく撮れたりとかするので、ぜひ、まあ、写真を撮るときにはそういうテーマを決めて遊んでみてください。ちなみになんですけど、購入したレンズ、ズミルクスの 50mmF1.4 っていうのを購入しました。こちらセカンドのタイプでして、年代が1973年に製造されたオールドレンズです。もちろんね、新しいやつをね買えばそれだけもっとね、綺麗な写真が撮れるんですけども、ちょっと求めてたのが違うのと、まあ、値段もそうなんですけどね、ちょっとやっぱね何か高いですからね、なかなかねレンズも揃えられないんですけど、今回この 50mm の、ズミルクス、購入しました。これ実はですね、まあ、ズミルクスとズミクロンでもやっぱり迷ったんですよね。でストリートのなんかスナップだったり撮るときは多分ズミクロンの方がね多分合うんですよ。なんかしっかりした線が出てなんか濃厚な感じの、絵が撮れるので、ポートレートを撮るときになるとやっぱズミルクスかなと思って、今回ズミルクスにしました。見てもらうと分かるんですけど、線がやっぱ細いんですよ。繊細というか、やっぱり柔らかいし、すごく、まあ、ポートレートに合うレンズですね。でもちろん、ストリートスナップの方でもね、なんかちょっとキリッとしたような雰囲気の、写真が撮れるので、まあ、これはこれでちょっと面白いなと思ってます。ということでね、今日は、ライカを買っちゃったっていう話をさせていただきました。ということでね、本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしねこの動画がいいなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタグラムもやってます。概要欄の方に、URL を貼っておきますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。ではまた。